さすがに強えな。お前ら誰に頼まれた？やめろ。次は本当に当たるぞ。いえ。韓国의조직진관파。なるほどな。なんて言ったんだ。手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話は後だ。伊達さんが待っているバーへ行こう。あ、帰ってきたな。ああ、マスターは？ちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？漢語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味で派と読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表だってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と郷田会長を誘拐したのもその人言派か。
ああ、可能性は高いな。けど、よく韓国語が分かったわね。昔、ちょっとな。ここも危ねえようだから、そろそろ場所を移そう。どういうことだ？どうやらここにも、刺客の手が回っているらしい。本当か？マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それに、それに、なんだ？彼女のことを探してるみたいだ。私を？この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が？ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんとカブラさんをせれない。わかったわ。あれ、キリュウさんお戻りで。マスター、この写真は一体何だ？それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか？え、いや、それは。誰に頼まれたんだ？え、いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか？銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ？戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか？そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから
店を捨てないでくれ。はい。いや、お、喂，
ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの。ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ。何かあったのか。義勇、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ。警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。ジンゴン派です。ジンゴン派？何を言ってるんだ。ジンゴン派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか。ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人軍派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。
花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ。何か掴んだら連絡する。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ここにあるのね。ああ、ここの50階だ。エレベーターは向こうだ。いや。久しぶりだな、キリュウ。地下の次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。瀬山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後配属先を4階と移し、今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを。ふん、あんたたちが神室町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。
そうだ、俺は大吾を誘拐した奴らに言われ天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か、妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに、だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ、悪いことをした。え、どういう意味？もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ？どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと？まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるのか？いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。大吾なのか？そうだ、あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルはどうしたんだ？停電です。原因は？どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに映します。何者だ？何人いるんだ？8人です。この部屋はどこにあるんだ？このビルの地下10階だが、退治してくれるのか？ああ、何としても大吾の居場所を知りたいからな。Go!
これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前はキリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ。わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係ありゃしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと。わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ、1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたるケジアンでっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえへんわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる、そのためやったら刑務所だろうがどうでも言っとるやないけ。
林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。いや、誰かにハッキングをかけられています。何だと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも合流会の仕業か。状況から考えるとおそらくそうだろう。くそ、早い。これじゃ対応できん。代わって。早く。なるほど。あいつ、すごい。さすがだな。さすが？なんだ、お前知らなかったのか。あれが狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策？ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。狭山は国家西上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃあ、あいつはなぜ四課に？配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は四課に行くことだったんだろう。そこまでして四課に？まあ俺が知ってるのは狭山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、いける。おお、大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ？太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと？
ってるの？ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに四課のデカ、不思議なコンビだ。